皆さんこんにちは、アーカハウスチャンネルマサでございます。今日はですね、レオパが脱走してしまったので、その反省と、皆さんにこういう失敗しないようにですね、お伝えしたいなと思ってます。レオパはゆっくり動くんで油断してたんですけども、実はすごい脱走が得意なんですね。で、小さな隙間からですね、こじ開けて逃げるっていうのがですね、結構あるみたいですね。それからヘビなんかを飼ってる方、それからトカゲ類、チョロチョロ系の壁チョロ系のトカゲとかですね、あとカエルもですね、脱走したことがありますけれども、脱走がですね、家の外に出てしまうと、やっぱりこんな可愛いレオパちゃんもですね、大問題になると思うんですね。で、私はですね、賃貸物件のオーナーでもありますけども、アクアハウスの、住人の皆様もぜひ気をつけていただきたいなと思います。大家である私が OK したとしてもですね、周りがですね、ヘビ飼ってんのとか、トカゲでかいの飼ってんのみたいになるとですね、やっぱり住みにくくなると思うんですね。で、私がやってるアクアハウス構想もやっぱり周りの近隣の方々に嫌われてしまったらやっぱりいけないと思うので、私自身もすごく気をつけなきゃいけないなと思いました。で、まずレオパの脱走なんですが、隙間を作らない、それから重りを置く、普通のですね、レオパのレプタイルボックスというのは結構押し上げてですね、逃げることがあるっていうのが今回分かりました。あとですね、ちょっと大きくなったこの子なんですけどね、ちょっと大きくなった子がですね、同じベビーの時と同じ入れ物に入れてると、いつの間にか力が強くなって、それからウェットシェルターの上に乗って押し上げちゃったりすると開いちゃうんですね。で、これが盲点でしたね。ですので、本当にやばかったなと思います。そして逃げ出した場合に簡単には見つからないんですよね。で、なるべくですね、一つの部屋の中でドアを開けずにですね、部屋の中に押し込んで、そこから逃げないようにしてほしいと思うんですけども、私が発見したのは隣の部屋だったですね。逃げるはずがないと思ってたんですが、隣の部屋でですね、なんと洗濯物の下にですね、隠れてたんですね。で、ここで見つかったんでよかったですけども、探してる間にも逃げますから、なかなかね、一回脱走させてしまうと、下手すると1ヶ月見つかんなかったとか、ずっと見つかんなかったとかいう話もいろいろ調べたらあります。で、やっぱり冷蔵庫の下だったり、洗濯機の下だったりね、なんかちょっとこう隠れるとこだったりとか、水分があったりとか、あったかいところ、こういうところをですね、隠れ家としているようですね。それから結構よじ登って棚の中にいたとか、本棚の間にいたとか、こういう話も聞きますね。で、やっぱりレオパが隠れる場所を用意して、罠のようにですね、そこにもしいてくれたらありがたいっていう感じにするとか、あとですね、温度をちょっと上げてですね、活動させるっていうのはいいらしいですね。部屋の温度を25、6度まで上げてですね、そしてレオパが動き出すのを待ってですね、そして罠みたいなもの、例えばパネルヒーターの上にウェットシェルターを置いて、で、そこにもしかしたら隠れてくれるかもしれないとか、そういう期待をして、それから餌を置いとく、ミルワームみたいな逃げない餌を置いておくとかですね、いろんな工夫をしながら捕まえていただきたいと思うんですが、まず逃がさないことが大事だなというふうに思います。本当に脱走というのはもう 100% 飼い主のケアレスミスだと私は思いますね。で、一方でね、魚は逃げないからいいなって思ったりしましたけども、やっぱり戻ってきてくれてね、この可愛さを見てしまうと、やっぱりレオパ可愛いですね。人気があるわけが分かります。そしてチョロチョロしないので油断をしてしまったんですけれども、本当になんかかわいそうな、なんか多分ですね、逃げた後にレオパなりにですね、早く戻りたいと思うんだと思うんですね。なんかね、見つけた時にですね、なんかつぶらな瞳というかですね、なんかこう本当に可愛らしい表情で、よかったっていう顔をしてくれましたので、本当にその姿で、なんか一回脱走させて戻ってきた時というか、見つけた時にみんなレオパにさらにメロメロになっちゃう人が多いって聞きますけどもね。こういうブラックナイトみたいなのを逃がしたら、本当に色も黒ですし、簡単に見つかんない可能性もありますから、本当に注意しなきゃいけないなと思いますね。私はカエルとか、あと本当にいろんなヤモリ系を逃がしたりとかしたことがありますので、やっぱり不注意、特に朝の慌ただしい時にですね、ちょっと水を変えたりとかする時にですね、ちょっとしたケアレスミスが起きるんですね。だから本当に注意していきたいなと思います。
まあ蛇なんか逃がしちゃうとね、やっぱり本当に大変なので、まあそういう意味でもですね、爬虫類、両生類飼育されている方はですね、ぜひ本当に注意してください。まあ脱走に関してはね、警察沙汰になるぐらいのケースもあるということでね、まあレオパぐらいだったらそこまでいかないかもしれないですけども、草食性のイグアナとかでも普通の人から見たら、まあ怖いですからね。多分太顎でも怖いと思いますのでね、そういう意味ではですね、まあヘビなんかを見た時は本当にキャーってなっちゃって警察呼んじゃうとかあるかもしれないので、本当に気をつけてください。では最後に、まあレオパのコオロギを追っかけてるシーンを見て、結果的にこのコオロギ追っかけきれなくて食べてないんですけども、まあ日々こんなことをやりながらですね、アクアハウスチャンネル続けております。これからもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。